最強ちゃん、今日は一段と静かだね。刑事殿、教えてほしい。かつて言葉を尽くして止められなかった人も、そして今再びその人を止める機会が。でもそんな時はどうしたらいいの？簡単なことさ。言葉をなくせばいい。ずいぶん長いこと悩んでたんだから、それで答えが出てねえんだ。ならそこに答えはねえのさ。だったらどうなわるのみだ。かぐやの嬢ちゃんとこ行こうか。幼者が出現して以来、官兵の行方は用と知れない。織田軍と共に各地を転戦するうち行方知れず。しかし今討伐軍は幼者出現という過去、官兵は職を離れ、織田軍と今再び官兵と向き合ったとして、官兵を助けられるのはこの地帯、この場所しかない。止めようとして止められなかったこの場所しか。断ってのは面倒なもんさ。思いを伝えるためにあるってのに、時には思いを邪魔する。あんたが落ちてるのはそんなところだろ。省いてみな。頭を空っぽにして、どんな戦の任意すれば、言葉は不要。臆してなすべきをなせ。道は。ありがとう。分かった気がする。私の役目、必ず果たす。I'm
のない働きだ。Thank you.
任せなさい。よかった。うまくいったみたい。